皆さんこんにちは、まもるです。今回はテニスが下手な人の特徴についてお話をしていきたいと思います。皆さんはテニスの上手い下手は何を見て判断しますか？動きの良さでしょうか？それとも綺麗なフォームでしょうか？私の場合はミートの感覚を一番重点的にチェックします。理由は簡単です。めちゃくちゃ動きはいいけどボールとの感覚がない A さんと、全然動けないけどミートはいい B さん、この2人を比べた時にどちらの方が早くラリーやゲームを安全に楽しめるかというと、明らかに B さんですよね。これはボールをコントロールすることがテニスをやる上で一番大切だからです。うまいイコールミートがいい、この関係は私の中では欠かせないポイントなんですよ。そこで今回はうまいと言われる第一歩のミートに意識を置き、その改善法を3つほど紹介させていただきます。それではいきましょう。ポイント1、正しいミートって何？現在のテクノロジーって本当にすごいんですよ。各メーカーが頭をひねり倒して渾身のラケットを製作してるんですが、その時のポイントは反発とミートの範囲を広げることなんですよ。いいも悪いもどこに当たってもボールがコートに入るような魔法のラケットをどこのメーカーも作っていますが、結局ラケット本来の機能を生かすにはスイートスポット、こちらでボールを捉えるのが絶対的にベストです。とはいえどうやってスイートスポットに当たっているかのチェックをすればいいのか分かりませんよね。各メーカーが作っている魔法のラケットではエラーへの意識が下がり判断が難しいです。そこで今回はこのニューアイテムウケットを使用しながらミート率のアップへと導いていきたいと思います。このウケットはこのようにボールを捉える場所がスイートスポットの分しかありません。ここを外すともちろん空振りになりますし、端に当たればまともに飛びません。自分のミートレベルを知るためにもウケットを試すのは大いにありだと思います。ただですね、別に買ってくれとは言いません。まあ、こんなこと言うと販売元に怒られると思いますが、私が魂で皆さんに伝えたいことは1個だけです。ミートのレベルチェッカーウケット、これを使い己を知り最短で上達してほしい。ただそれだけですね。まあ打てる機会があればぜひレベルチェックしてみてください。ポイント2、すっぽ抜けている感覚で打球感がない。これもよくありますよね。なんか打った気のしない例のスカスカ感、あれはミート時に打ちたい方に面が向いていて打ちたい方にエネルギーが伝わっていることが鍵となります。すぐにラケットを回して打つと打点には体重が乗りません。ここで2人の天才兄弟を見ていきましょう。この2人は尾脇兄弟といってマジで天才なんですよ。彼らのすごい点はミートに対してエネルギーがきっちり伝わってるっていう点なんですよ。このウケットはしっかりとした運動連鎖と正確なミート、さらにはボールに体重が乗らないと打てないというポイントがあります。変にすれていたら全く飛ばないんですね。その点を理解した上でもう一度見てください。やばくないですか？うますぎますよね。このすっぽ抜けずに前に潰すような感覚はコントロールの基本なんです。彼らのようにスイングするとき面を打ちたい方向に意識をするとうまくいく可能性は格段に上がります。ポイント3、アウトが多いから回転をかけるは嘘。テニスをする理由は様々だと思いますが、テニスはスポーツですのでやるなら勝ちたいですよね。試合で勝つためにはゲーム練習をすることが必須です。現在のテニス界の練習法の一つでプレイ&ステイというのがあるのは皆さんご存知ですか？まずはゲームをやってみて、その中で必要性を感じたらショットの練習をするという流れになります。ただですね、シンプルにテニスって難しくないですか？ゲームから始めるとか無理だろって思いますが、違うんです。誰でも楽しめるように簡略的なゲームから始めていくんですね。そしてゲームの規模がコート全体になったところでみんな思うことがあるんです。やっべボール入んねえや。そうすると大半こんな回答が周りから来るんです。ボールめっちゃ飛んでるから回転かけないとボール入んないぞ。これマジで呪いのアドバイスだと思いますね。入んないイコール回転という考えになると、大事な場面で緊張した時にしょりのカスカスの劇的に浅いボールしか打てなくなる、マジでヤバい呪いにかかるんですよ。はい、これは僕のことです。いや本当に解決策なかったんですよ。でもどうにかしないとまずいんで行ったんですよ、有明コロシアムに。全日本の試合を見に、そこで気づきました。あれ回転が少なくてもコントロールしてるな。ミートの音エグすぎない？そうなんです。上手い人はスイートスポットに必ずボールを当てて潰しているんです。ボールが潰れればコントロールは簡単です。そこで僕はどうにかボールをスイートスポットに当てる方法はないのかと考えました。
その結果ですね、その時の自分には情報がなく、ただ練習するのみでした。正直相当時間かかりましたね。それからだいぶ経ってから、自分自身で納得できるぐらい普通にテニスができるようになった頃、このギャグみたいな商品を見つけたんです。ルケット、何これ、こんなんで上手くなったかよ。本当にこれはまさにスピンの呪い末期状態の時の俺にそっと渡してあげたい、そんな一品だったんです。まあ、自分のミートレベルを知るためにももちろん使いますが、とにかく試合で勝ちたいと思うなら、テニスで一番大切だと思うミート力を上げるアイテムを定期的に練習で取り入れるのはありかもしれませんね。ちなみに私が思うには、あの大垣兄弟もウケットのようなテニスサポートアイテムがきっかけでミートへの集中力が格段にアップしたんではないかと思っております。興味がある人はぜひ一度使ってみてください。視聴者の方の進化は私にとって一番嬉しいことですので、ぜひぜひこれからも頑張ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でさようなら。最後までご視聴ありがとうございました。動画はグリップレンジャーズの提供でお送りしました。そして私のチャンネルでは引き続きスタッフを募集しております。 Twitter、Instagram の DM にてお待ちしております。